ロトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次忍海大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けていく時代。傷つけ傷つき奪い奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか、大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。
俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ、やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。苦しまずに倒してやるぜ。あまり焦らないで。確実に。カカシ、全部を一人でやろうと思わないこと。俺や仲間がいることを忘れないようにね。今だ。決めたか。思った以上にやりやがる。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやる。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ、状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど
君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ、任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのは、チームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか。まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を、前へ、前へ、少年たちは懸命に走っていた。ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。三！港と離れたカカシたちは、一路、目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後。ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。リンに何をした？安心しろ。ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか。ああ。リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ？同じ班の仲間だろ。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた。大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大したこと。しかしどこにあったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。はっ！はっ！
手が震えやがる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この俺が貴様の時に本気を出している。どうやらお前を過小評価していたようだな。はい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。頑張れ、オビト。私、ずっと応援してるからね。俺は、まだ…死ね。カカシ、どうしてここに。まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。やつはガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。単純だろう。しかしコナーは随分と人手不足みてえな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。シドラ、ちょっと油断したぞ。とはいえ、こいつら本当にただのガキじゃねえな。甘いね。ここは俺が。蹴りつけてやるぜ。任せろ。調子に乗るんじゃねえぜ。このガキやっぱ手ごわいな。大丈夫だ、この程度。オビト、
じゃあな。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。
けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビト。くそ、やめろ。いいんだカカシ、俺はもうダメみたいだ。オビト。いや、そんな、どうして。俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何、安心しろ、役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でも。いいから行け。リン、ドトン烈の天将。早く捕まれ。オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。くしょ、カカシ、
リンを頼むぜ。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美峡の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。